ゃあ、自分は 1,2,3,4,5,6,7,8,10 回ですね。あ、10回ネギさんが取ったら10回、はい、こっちは多分5回ぐらいだと思いますね。あ、来たじゃないですか、マヨさん。マヨさん来たじゃないですか。さあ、マヨさんの見せ場が、僕朝一これでとどめさせましたけど。とどめさせダメでしょ。とどめさせ、さてさて、マヨさんの扉は開かれるのか、はい、これは成立役としたら、アリカナとゴッドと、ゴッドとチャンス目、あと強チャンス目もあるね。チャンスだからゴッドになるんだったら左で赤7狙って赤蹴ってくんないとゴッドはもうないよね。そうっす、赤中段にビタンって止まった時点で赤7が強チャンス目、チャンス目。じゃあ赤7から狙うか、いくぜ、せーの。まあいいや、解散解散。ああ、まあ揃って、あとは SGG ね、まあ、マヨさんですかね。はい、あ、最悪だ、あ、最悪だ。解散解散。ああ、はいはい、楽しかったね、みんな。雑魚かよ。ごめんなさい、だからごめんなさい、あの顔出して OK の一般人なんで。雑魚かよって。厳しい。解散戦の本領が。さあ来るぞ、みんな。みんな来るぞ。ネギさん、ネギさん、煽るなよ。あの S と5 見間違えちゃダメだよ。確かに S と5とね、あと3を間違えたよね、僕ね。さあ見せ場来たぞ、みんな。V と S、 じゃあどっちだ。あ、3です、ごめんなさい。ここはいいや、いいや。ブブブブじゃない。あ、3間違えちゃったね。間違えすぎっすよ。ちょっと待って、頑張ろう、本当に頑張ろう。あ、ブブブブがないよ、本当に。珍しい。3が見えんだよ。3が見えんだけど、 S が一番、S、ある S が一番見えるっすよ。え、どれどれ、タイミングで言ったらどれ。あの、これタイミング難しいけど、 S が一番見えるのは間違いない。俺 V と、ちょっと待って、タイミングで押せないじゃねえかな。あ、ちょっと待って、あ、待って、上がった、あ、見えた、見えた、見えた、いくよ、うん、ほら、で、次今度 S、こっちの S はタイミング教えて。あれ、ちょっと待って、教えてる。あ、見えた、見えた、3、5、V、 え、どうなってる。いや、やべ、見えねえよ。ちょっと待って、S、3の次が S、3の次が S、 3の次。ちょっと待って、待って、一回、あ、待って、見えた、見えた、ちょっと待って、あー、めっちゃ見えねえ。誰かかったやべえ、本当に見えねえ。怖い、これ山間で押すの俺嫌だよ。俺にカットトントントンして、これ S、 はい、それは次に持ってない。いいか、いいか、いいか、じゃあ、そしたら俺がそれを見るから、はい、トントントンして、最初にいっぺんのペースになるよ。え、いいか、トントントンってやって、どこどこ、これぐらいのペース、これです。見えねえ、はい、あ、そうですか、やべえ、ありがとうございます。やべえ、あ、すいません、ありがとうございます、わざわざいただきます。あ、これか、 S、今の G ストップ中なんで、 S? ちょっと、いやいやいや、え、結構早いな。はいはい、相当早いよ、相当早い。行くぞ、ここか、これだ、これだ。あー、逆だって、ほら、間違えちゃった、俺。見間違えちゃうんだよ、これ。今の1個減ったけど、鏡目をしよう。鏡狙った方がいい、鏡一番リーズナブル。鏡狙った方がいい。ペッ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 、うるさいうるさい、幽霊黙れ黙れ、見えてん、俺は俺で見えてん。あー、 V か、 V か、あー、ごめんなさい、ダメでした。ダメだね。ダメだ、あの右の S が見えなかった、完全に。でも面白かった、面白かった、いや、すげえ面白かった。すいません、
見えにくいよね右ね S。 そう今の家でずっと見てたっていうリスナーの方が、うん、はい、差し入れを持って来ていて寝てたでしょ。いや全然寝てない、詳しくはないけど 最低限というかね、そのおーイースト来たよ。ネオシチャンス3連からのやつ、うまい。おっしゃ2回目本日。さあ皆さん見せ場が来ましたよ。頑張るよ。またほらまずはここ G ストップ職人、うん、73S5 7だなこれは、まあ、そこはね7狙いましょう。ああ S か、また S むずいんだよな。S むずいんだよ。S 見えないか今。ああもう1回あちょっと待てよ。こうだ、似てんだよ。な、似てんだよな。毎回こう止めてる。どれ言い訳して、どれ言い訳してる。すごい。S、また S だよ。S むずいんだよ。こう来るぞ。こう来るぞ。そう。これは言い訳できない。そうかな。こうか。ギャグじゃなくて真面目に本当にそろそろ当ててほしい。すごい。ああ。2個お願い。ああ。多分ダメです。はい。くっそー。もうダメだ。もうダメだ。水面とバトルは、水面下だから1、2、3でしたよ。そうですね。あれやっぱ水面下っていう高設定割りのボーダーが以下っていう意味だからね、うん、そうですね。あれもけどねちょっと狂ってましたから ね、いや俺の台3ポイントだけどみたいな。3ポイントってなんだよみたいな。3ポイントに座ってるだけで勝ち誇ったような調子になれるっていう。いね、眠いでしょ。やります。お、はい、帰ってきました。はい、ということで4000円負け、まあ思いのほか負けたね最後 ね全然当たらなくなっちゃったね。ちょっとね、まあ、俺が言いたことじゃないけど最初から最後まで当たんなかった。いやでもね楽しかったですよ今日一日、うん、はい、楽しかった。いいんじゃないですかね、うん、なんかあります、はい、個人的にこう言いたいことというか感想というか。まず今日の結果発表とかないの。あ、そう、いやだって15万負け、15万負けってずっと言ってるから。で15万負けの6万4000負けなので、はい、うん、まあ、勝負としてどっちが勝ったかと、はいはい、ということで私ネギボーの勝利です。はい、はい、おめでとうございます。ウィナー、はい、なの で次回、ネギさんがまた、実戦機種を選べるとそうだ、ね、いう権利は一応ゲットしたと、はい、もし、はい、番組が続くようであれば、はい、そのタイミングで、はい、何か機会を、うん、選定しまして、はい、リベンジだな。やめようって、いや大丈夫、やめようって言って出ないから。知ってる。だから俺はあのそれに出ないで、引き王の方に回るんで。ああそうかそうか。なるほど。そう。引き王の方でめちゃめちゃに引いてやる。いやハーデスなんてハーデス。大戦リベンジ。ということで、あ、分かんない分かんない、あのそれは別として、はい。はい。マヤさんもね、せっかくみんな期待してくださってるんで出るかもしれないですということで、やってほしい。あ、セイヤとかちょっと面白そうだね。いやいや、技術体系で100は超えるし。いやでもあれ設計ミスでしょ。設計ミス言うだし一緒にバカラリー見ようぜ。はい、実際問題次回、いやだからね、そのお金のことだけ考えたらっていう話になっちゃうんだけど、そうじゃないんですよね、はい、そうだって普段、まあ、俺とマヤさん今日1人7万5000円負けなわけじゃないですか、はい、けど多分1人で凱旋打ちって負ける7万5000円じゃないじゃないですか。だから今日俺は楽しかったんで結果、まあ面白かった。あとあの状況だったら普通は追わないし、うん、どっかのタイミングで絶対的にやめてるから、そこまでの負債は、うん、にはならないと。まあ外線
あの最後まであんな感じで粘っちゃう、うん、はい、つうか普通に挙動的にその時間を考えたら別にやめてもいいけど、挙動というか動き的には全然前兆かもしれないしみたいな、ね、やめる場面ではなかったですからね、最後の追加投手を見てて、はい、まあ、でも本当あの皆さんなんか面白かったってコメントも今、ね、はい、面白かったですよ、はい、いただけてありがたい話くださって、はい、ということで私ね、今も、はい、まあ、フリーでいろいろとあのこういった番組とかにもね出られるようになりましたので、出られるようになりましたというか、はい、出させていただきますので、うん、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。い、はい、ということでじゃあ最後パイセン、はい、締めていただければ俺ですか、はい、あ、 あとなんか差し入れなんかも皆さんあの持ってきていただいた方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、いろいろ本当ありがとうございました。ありがとうございます。あとで美味しくいただかさせていただきます。クリームのやらいただきましたけれども、そんな感じですかね。はい、朝10時から、なんだかんだで12時間ですよ。前代未聞の長丁場ですね、これは。そうですか。生放送としてはやっぱね、いやなかなかやっぱないですよ。フルはないですね。まあ、延長延長で結果展開が良くて伸びるってことはあっても、はい、花から12時間を出して12時間やるっていうのは基本ないんで、はいはい、まあ、ずっとね朝からずっと見てくれてるような人とかもいるんで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。見た方もね、はい、そしてねだいぶチャンネル会員になってくださった方も多いので、そうですね、だから、まあ、あと全力で G ストップ中は狙っていただきたいあれは目押しでなんとかなるなんとか、まあ、テンパイぐらいまではなんとかテンパイまでかなるんじゃないかな、テンパイぐらいまでは、うん、あとだからもうあれですね、 S と3を間違えたり S と5を間違えたり、 S と5はちょっとあれはだからね、多分ねみずほがあれユニバーあれみずほこちらユニフユニバーもう罠でしょ、罠言うだし、要はS なのか5なのか3なのかちょっと見にくくしてあるぜっていう、目押しできる人に対しての対応みたいな対応だと思うので、まあ、そこら辺をうまく攻略していただいて、やっぱり自分でね掴み取っていただきたいと、さすが元軍団長が言うことちゃうわな、思います。あとはやっぱりさっき言ってたみたいにいろいろ数えたりとか、うん、自分流の楽しみ方を見つけて得ていただきたいと思います、うん、ということで、はい、ということで、ね、皆さん、うん、なんだろう、お金の使い方は計画的にいやいや全然説得力ないですよ。パチスロはなんだっけ、節度を守る遊びですよ、何だっけ、なんか最近ねなんかね、なんかありましたけれども、おめり込みに注意しましょう、おめり込みに注意、はい、まあ、結果的に今日はね反面教師にしていただくという感じで、はい、はい、設定一応一日打ったらこういう風になりましたよと。しかもねあれリセットありですからね、はい、そうですね、僕それ恩恵関係なかったですけど、うん、真矢君はあったかも、誰もだって勉強言ってないですからね。でもあれわかんないじゃん、僕の場合はね、で飛ばしてた可能性もありますしっていうところですね、はい、ということです、はい、まあ、そんな感じで、はい、今日はね本当に皆さん長い間ありがとうございました。そしてウィング市川南口店南店さん、はい、もうありがとうございましたということで、はい、ありがとうございました、はい、いや多分張り切って1を、押していただくということで、今回の、番組名なんでしたっけ、うん、やっぱり1が好きびっくりはてなそうですね、はい、はい、この辺で締めさせていただきたいと思います、はい、それではまたお会いする日までさようなら、バイバイ、お疲れ様でした、テレ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 